いどんですよね。今日もやっていくんですけど、今日はですね、皆さんにね、一つニュースがありますというところでね、ちょっと一日乗り遅れちゃったんですけど、アースクエイクはね、下方、まあ、てかリワークですね。うん、されるといったところで、まあ、どんな変更があったのかね、まあ、見てない、知らない人用のためにね、見ておきましょうというところなんですけど、タワーダメージ、マイナス 15%。そして、建物へのダメージがね、プラス 16% といったところで、まあ、結構ね、まあ、アースクエイクが、まあ、これどういうことなの？どういう変更なの？っていう、人用に説明すると、タワーへの、まあ、クラウンタワーのね、ダメージが、まあ、減るんですよ。そう。その代わりに、ボムタワーとか小屋とかへのダメージを、16% プラスするよ、みたいな。15% 減る代わりに 16% プラスするよみたいな。まあそういうね、変更になってます。まあここの 1% の差は何なのかちょっとよくわからないんですけど、まあ今回のね、修正で何が変わった、どんなクエイクデッキが弱くなって、どんなクエイクデッキがね、強くなったかっていうところをね、説明したいと思います。まあこれはね、俺の考えなんでね、まあそう思って聞いてもらえるといいですねっていう感じで見ていくんですけど、こちら、迫撃のクエイク削りデッキですね。まあこういうね、なんか、まあ単純に言うと、クエイクで、なんだろう、3000、タワー3000ぐらい、もうクエイクでタワー8割9割削ってたデッキはめちゃくちゃ弱くなりますね。本当に多分この 15% がマジで大きく感じると思うってぐらい、あの弱くなると思います。本当にね、この迫撃デッキとか見てもらえれば分かると思うんですけど、スケバルとかもなければディガーもないので、ほぼクエイクデッキなんですよ。本当にもう守りが固いクエイク削りデッキっていうイメージがあってね、もうキング起動した瞬間にクエイク削りを始めるみたいな、そう、そんなねデッキなんですよ。そうだから、なんかね、こういうデッキが本当に弱くなるっていうところから、まあ結構嬉しいですね。なんかね、なんかホグクエイクとか、まあ、次こうやって紹介していくんですけど、ホグクエイクですね、まあ、ホグクエイクとかはやっぱりその、まあ、とはいえホグクエイク削りはあるけどホグ投げるじゃないですか、まだ許せるんですよ。もうああいうデッキにね、3000削られてみてください。もう皆さん大パンですよ。本当にもう KK もブチギレの大パン案件ですからね。本当に、まあそんな感じでね、まあ、こういうホグみたいなのが結構強くなるんですよ。でもね、とはいえタワーダメージが下がってるから、まあ、建物へのダメージが 16% 上がったところで変わんなくねって思う人いると思うんですけど、あのね、ボムタワーとかテステラとかに対して、まあ今のね、まあよく使われている建物はこの2種類なんですけど、まあ、そこに対してクエイクを打った時に、いつもね、ボムタワーのラスト気合の一発が、テスラのね、気合のこう電気とかね、あのそういうのが入らなくなるんですよ。そう、なんかね、ボムタワー置かれたら、ホグクエイク打っても絶対に完封されてたんですよ。そう、雪玉とか、ウッドまで打って、そう、ボムタワーを壊しに行かないと、完封されてたんですね、定位置に置かれると。だでも、それがなくなりますね。多分その1、2発入るようになるんで、まあ、ボムタワーに対してクエイクを打たれたら、もう一個何かしらを出さなきゃいけないみたいな。まあ、そういう感じになるんで、まあ、こういうなんか、なんだろう、何かのサブ呪文としてクエイクが添えられてるみたいな、そういうね、デッキは多分ちょっと強くなると思いますね。って感じで見ていきましょう。こちら、まあ、こちらあれですね。ディガーウォールブレイカーなんですけど、まあ、ここはファイボで使われてるんですけど、まあ、上位の、まあ、でも本当に最上位なんですよ。まあ、麦とか、まあ、あの、ウエストのね、エゴールとかは、なんか防衛がレベッジで上手い人は別に防衛で守れるから、まあ、クエイクの方が強くねみたいな感じでクエイクにしてる人とかもいて、まあ、結構大体の人がファイボなんですけどね。そうなんですけど、まあね、結構クエイクにしてる人とかもいたんですけど、多分こういうデッキも弱くなりますね。やっぱり削りっていうのができなくなるんで、本当にね、この 15% っていうのが大きくなる。まあ本当にいい修正だと思いますね。続いてこちら見ていきましょう。まあロイフグクエイクですね。まあこれ一世を風靡して今ね、あのすごい流行っているロイフグなんですけど、まあ、俺もね、3日前ぐらいに確か紹介したかなっていうデッキなんですけどね。まあこちらなんですけどね、これはね、めちゃくちゃ難しい。あのね、クエイク削り半分、まあ、ロイホグ削り半分みたいなとこあるんで、まあ、でもちょっと痛いかなっていう。結局なんか別に、ボムタワーとか置かれたら、とはいえ、まあ、ラスト一発が入んなくなったから、まあ、ロイホグ入るとはいえ、まあ、ちょっときついかなみたいな。やっぱタワー削りが主だったんで、割とね。そう、なんで、まあ、ちょっときつくなるかもしれないですけど、まだまだ強いと思いますね。はい。といったところで、まあ、ラストこちら見ていく。キョスケロイジャイ。キョスケロイジャイはね、マジで強いと思う。うん、こいつはね、本当に、なんだろう。まあ、今まで以上にボムタワーとかインフェルノターンに対してめちゃくちゃ良かったんですよ。そう、ロイジャイは、なんかね、2発撃たないと、こう、クエイクを撃ってもね、突破できなかったの。こう2発ね、撃って、しかも、インフェルノターンに対しては3発撃たなきゃいけなかったんですよ、ロイジャイが。だから、2発撃って、まあ、ウッドノックバックとかアイスピとかで大体ね、完封されてたんですけど、そこに対してね、多分今回ダメージが上がったから、2発とか、まあ、1発少なくなるんですね。ボムタワー1発で突破できるようになるんじゃないかな。で、多分、
そのインフェルノタワーに関して2発で突破できるようになるんで、まあ、そこがね、より、まあ、ダメージは下がっちゃうけど、このデッキはね、ロイジャイを通すデッキだから、まあ、クエイクでね、まあ、半分ぐらい削るっていうデッキではないので、まあ、こういうなんか、ロイジャイデーとか、まあ、ホグデーとか、主力を通すサブ呪文として添えられてるね、まあ、さっきも言ったんですけど、デッキに関しては強くなると思います。ってことでね、やっていきましょう。これはね、マジでもう終わったと思う。このデッキは正直、終わったと思うんで、使えません。さあ、まあね、なんといっても、やっぱりね、今回、修正で、まあ、一番強くなったのはでも俺キョスケロイジャイだと思うんですよ。なんでねこいつでマルチ行きたいと思います。行きます。よいしょ。いやーこれねマジで変わったと思うな。うん。あとなんだろうね、まあ、ちょっと最近見かけたのは、まあ、エレジャイクエイク、まあなんかやっぱ施設がきついんですよ、エレジャイっていうのは。ただ施設以外にはめちゃくちゃ強いんでね、あの施設を壊しやすくなったクエイクとエレジャイのコンビがもしかしたら最強かもしれないっていうことをね巷で聞きましたね。結構強そうじゃない、エレジャイクエイク聞いただけで。そうなんですけど、まあここはなるほど、まあ気をつけ合わせちゃっていいかな。さあタルババ降りということは遅延スケラかピエンのやつか、まあラバか、そこら辺ですね。ワンチャンのロイジャイ、ゴレですね。まあ、ゴレに関しては、まあ、いいでしょう。これは。なるほど。しまいゴレと。さあ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 、チンチンにしてあげて。よいしょ。まあ、これは多分、ライトニング打たれるか、トルネ打たれると、おる。あー、やば、出た！また割れするやつ。いやこれはキョスケ出していいな。うん、ロイジャイよりもキョスケの方がいい気がした。でこれはタルババこっちに出してエルスピも出して、よいしょ、こっちの攻撃をしていきたいですね。相手タル切ったんでこれは結構入ると思います。でまあそっちにカードを割いたらこのキョスケが入ると、はい、どっちかが入るシステムですね。さあ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 、オッケーいいよ。まあ、こんな感じでね、まあ、トリトンあそこね、でもね、正直、結構、まあ、ゴレ使ってる人とかあったら、まあ、ライト打ったりとか、トルネしたりされるんですけど、まあ、とはいえね、トリトンって3コストなんで、まあ、トルネ、おー、すげえ、やべ、トリトン読み、ライトニング、された、やばいですね、これ。さあ、まあ、ザッピー出して、まあ、ジジイと、まあ、そう、なんかね、ライト打たれたり、まあ、阻止されるんですけど、阻止される前提で動いて、まあ、さっきみたいにね、その、トリトン出してから、ハンターをね、左端に出してちょっと守るみたいな、守る顔も出しつつもトリトンに対してね呪文を打たせる、まあ、これがねやっぱいいですね。うん、いいカウンターが作れます、そっちの方が。まあ、やっぱしかもライトニングだったらトリトン死んじゃうけどその後取れる。そしてまあトルネで吸われたらまあアドはトントンなんですけど、トリトンが別に死ぬわけじゃないんでカウンターには使えるんですよ。もうそう、そんな感じでね、結構やっぱゴレに対してはまあ何かしらで阻止はされるけど、まあ、されるけど、まあ、まあまあまあしゃーなしでトリトン出してあげた方がいいですね。うん。まあ、か、それが嫌だったら、真ん中の高めぐらいに出して、こう、真ん中にザッピー出して、イチャイチャパラダイスするか、どっちかですね。このデッキがね、本当にね、まあ、ただ、施設にはめちゃくちゃ強くなったのは熱いですね。枯渇とかに対して結構ね、相性悪いなと思ってたんですけど、今回の修正で、結構枯渇とかに対しても変わるかもしれないですね。さあ、ロリババを流していく。いいよ。さあ、ザッピー。さあザッピー出していって、まあこれはやばい、あーん、やばい、やばい、最悪、俺らのザッピーが散っちまった、最悪だ。これアイゴレなんで、アイゴレダクプリってことは、いや三重子だけはダメなんですよ俺。三重子にアレルギー持ってるんですけど、マジダメなんですよねこいつら。本当にやっていいことでやっちゃダメなことの違いもわからないんですよ。いやマジで三重子はやばい本当に。いやこれねマジできついんですよ。いやこのターン行くしかねえな。いやもうね序盤に頑張ってぐちゃぐちゃトリトンパーティーで削りたい。よいしょ。いややべ、非常にお、まずい、やばいんですよこれ。しかもさ三重子の何がやばいってさ、ロイホグなのがやばいんですよねこれ。よいしょ、ダウン打つな。あ、いやこれハンター行っていい気がすんなこれ。うん、これ相手、あ、オッケー、ファイブは美味しいですね。そうだね、今相手は、その、あれだったんですよね。タル切ってたんで、そう。いや、これどうしようかな。ファイブ、三重子やばいな、普通に考えて。まあ、キョスケを二重子側に出すと考えて、
まあ、トリトンさえ入ってなければいいんですよ、正直。うん、これ気をつけ出して、よいしょ。頼むからトリトン入んねよ。トリトン入ってたらマジで終わるかな。いや、入ってんのか。いや、ファイボだからさすがに入ってないと思う。ダックビでしょ、アイゴレダックビでしょ。入ってないですね、これは。はい。はいです。やばいやばいやばい、もう帰んな帰んな帰んな。帰っちゃダメだって、お前。やばいやばい、それやばい、それやばい。普通にやばい。やってることやばい。やってることやばい。やばいやばい。マスケ、倒せ。やばい、やばい、位置がやばい。延命できてない、延命できてない。よしよしよし、来た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 。引っ張り引っ張り引っ張り。あー、まあいいや。オッケー、いやー、すごい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 、よいしょ。ハンターが、ハンター回復した、やべえ。あの憎きヒースピ、憎きヒースピ、あの忌まわしき憎き憎きやつ、やめろ。流れ玉、いけいけ、入れ入れ、でかーい、でかい。いや、これやばい、あー、やばい、すべてがすべてがダメになる。あー、いや、ロイヨグ止めらんなかったな、今だ。しゃーないな、でも。いや、マジかー、これ。やべえぞ、普通に。マジでやばい。オッケーオッケー。あの20死ぬから、ここで超効率的防衛をして、キャリアウーマンとしての防衛力を見せる。よいしょ。はい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 。で、ここで、盾からの、ハンターが来る。オッケー。頼む。頼むよ。やべえ、全然入ってね。これやばいんだって、マジで。いや、ロイホグファイブやられるだけで終わる、普通に。あ、そっちね、そっちパターンね。あー、やばい、もう。お前マジか、こいつやばい。ちょっと待って、あれ、いや、1回ならこの20式をしたい。やべえ、やばい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 。30式はダメですね、さすがに。30式はさすがにダメ。 OKOK、 いきましょう。さあ、危ない危ない危ない。危なかったですね。非常に危なかった。もうちょっとで負けそうになりましたね、三重士に。危ないですね。まあ、三重士以外を引ければ、このデッキは本当に強いんで、何にでも勝てるんでね。いや、でも、白液とかボムタワーを結構突破できなかったんですよ。この距離序盤に大ダメージ食らうと、その終盤ね、ちょっと、あの、白液とかに対して、イモられた時に結構弱かったんですけど、それがワンチャン強くなるのかなっていう感じで、ちょっとワクワクしてますね。さあ、なるほど、ダクミンドラ、まあこれラバかな、ラバっぽいっすね、顔的には。顔で判断すると、俺結構顔で見るタイプなんですけど、ラバっすね、これ。あ、なるほどね、深いっすね、それは深くていい話。さあ、これず、これは、まあ、いや、でもなんかユニット的にトリトン入ってそうな顔してんな。トリトン入ってない、これ、大丈夫。 OK、 入ってない、入ってない顔してましたね、この人は。いい人です。いやー、これハンターでこいつぶちとかしてから、いや、いけいけいけ、ハンターいけ、いやー、最強、こいつマジで強い、マジで強い、こいつはクイックじゃねえ、強いのはクイックじゃなくてハンター。いや、マジで強い。いやー、そこから守れっかんな、マジで。いや、いいよいいよ。いや、ホバインド、インドがめんどくさいですね。これ、呪文が5だったら、ちょっとめんどくさいが、さすがにないとかな。ホバに投げんだ。オッケー。まあ、これ、強でいいな。キョスキョスケから入りたくて、そう、で、キョスケの後ろにハンターかザッピのどっちかをつけたいんですよ。そう、なんで、まあ、これは、あれですね。そう、ダクネとかインドラに対してやっぱね、対空2枚切っちゃうと、結構このキョスケとかロイジャイがね、フリーでぶん殴られちゃうんで、いや、これね、ここでインドラ死ぬなら、ここ、キョスケ行っていいんですよね、正直。押し込んで、押し込んで、押し込んで、いいよ。さあ、押し込んだ後に、バモスしてあげて、オーケーね。押し込みバモス。さあ、いいよ。で、ここ、やば。やばすぎ、やばすぎ、やばすぎ。
やっぱファイボでしたね。引っ張れ、マジ絶対引っ張れってお前言ってんのに。大丈夫かそれ。いや押し込みバモスできるかな、これこれワンチャンファイボ、いや来ねえなこれ。いやこれいける、これいける、後ろバルキリーぐらいしかない。オッケーオッケーオッケー、来た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 、これどっちも飛ぶ、どっちも飛ぶ、いけいけ、タルバを倒せ、タルバを倒せ、いけ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 、倒せ倒せ倒せ、マジ頼むマジ頼む、俺のために勝ってくれ、俺のために勝ってくれ。やばい、ちょっとやばい、これはやばい、やばいっすー。いやこれはいい、耐えろ。いやでかい、これはでも前のクイックだったらクイックのやつでいけてた。これはちょっと待ってよ、これぶち込む、これはぶち込んでインドラが多分来るんすよね、これ。そうなんでやばい。オッケー、来た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 、神神神神神神、いやクイックじゃねえこれ、マジか。ちょっと待って、施設デッキ来てほしいんだけど、全然来ねえ。さっきから施設が、ただただハンターと LSP が強い試合してる。ハンター、キョスケ、 LSP、 ザッピーが、トリトンが強い試合してるさっきからクエイク以外で試合してんだけど、マジか。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、俺に力を分けてくれ。さあよろしく。さあこれはLSP かな、まあ、このデッキキング起動されてもいいんでね。俺だったら割とこうクエイク打っちゃうんすよね。クエイク打って相手に出させてからスタートするっていう俺の計画なんですけど、あれ、なるほど、深いっすね。まあこれはキョスケでいいかな。ザッピーの方が良かったかな、迷うね。ザッピーって割とでも大事なカードなんですよね。うん、ダクね、うこ、え待って環境あふれてる。これでこれはハンターつけていいっすね。一応つけて、まあ、こいつらを溶かすことができるのであれば OK。 これこれロイジャーつけていいな。オッケー、いやいい、 いやこの後に森、森が来る、森が来るかもしれない。森寄りが来るのか、来た、森が来て、オッケー。いやでかっ、えロイジェイ強い、あいつ佐藤、佐藤あんま気づかれてない、あんまバレてないけど、みんなにロイジェイ佐藤強い、ロイジェイ強い説ある、あんまバレてない。まだ頼むから下方しないでくれ、俺のこいつらハッピー、ハッピーセット、頭の中ハッピーセット、ハッピーセットでき、頼む。いやこれどうしようかな、ゴレっぽいっすよね。まあラバの可能性も一応ある。いやダクネがいたもんな、これですね。まあこれは LSP で受けるかちょっと迷ったけど、まあキョスケで受けてあげてもろて、はいはいはい、ここでハンターつけるんですよね。そうするともう1枚引き出すことができるから、本当はこのキョスケを単体で処理されてのゴレがちょっと嫌なんですけど、やべ結構単体で処理された結構単体で処理されたんだけど、いや待って、これこれ言っていいか、いやーちょっと待ってよ、ちょっと最悪だよこの流れ、ちょっとまずいっすねこれ。待って待って待って、いやー2枚入って、2枚入って、たまたま2枚入りましたんで、さあこれはタルババだけ捨ててあげて、これ気をつけっすかね。でまあここをトルネとかでいたしてくれるとありがたい。まあハンターこ立てて、これトルネとか来るかな。オッケー、ここ一回ロイジャー攻めちゃいましょうか。うん、で、OK。はい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 。いいよ。ちょっとした路線変更ができた。OK。これは、にゃー、これ。迷うねー。これは迷うが、まあ、こうキョスケで当てればいいでしょう。OK。逆サイに行きたい気持ちも山々だが、行きたくない気持ちも山々。さあ、どっちも山々と。山々作戦ですね、これは。さあ、とりあえずこんな感じで、いや、トリトンでかい。これでかい、これでかいぞ、結構普通に。いけ、いやー、そのトルネはちょっとうまい。まあ、こっちですね、攻めるなら。オッケー、来た、これいける。ロイジャーにぶち込みましょう。これ最低でも2体持っていけると思うんで。これ、スケドラかな、いやー、でかい、高めの位置にベビドラ来るのはでかい。オッケーオッケー、これキョスケ全持ってきできる、全持ってき、よいしょ、オッケー。さあザッピーでチンチンにしてあげて、オッケーいいよ、オッケーオッケーオッケー、いや来た来た来た、俺のペース来てる、俺のペース来てる。さあいいよ、キョスケして、
さあ、ここは行っていいですね。ここ行ってよくて、いや、さっきちょっと怖かったな、防衛。怖かったけど、いや、気をつけ入れ、気をつけ入れ、気をつけ入れ。でかい。よし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 。ゴブリが持ってかれる。オッケー、いいよ。さあ。いいよ。よいしょ。さあ。いいよ。いけ。よいしょ。オッケー。来ました。さあ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 、こっからはクエイクのやつかな。オリが来ると思うんで、トンネル咲いてるから、クエイクって、オッケー。さあいいよ、一発。見れる、オッケー、一発見た。さあ、これは、無理やりゴリ押しロイジャイで、いけますね。さあ、クエイク入れて、ズイズイ、オッケー、来ました。あれ待って。待って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 、おかしいおかしいおかしい。待って、施設が来ねえな。待ってよ。待って待って。いや、でも今、ゴボウリ来ましたね。やっぱゴボウリ、ゴボウリに対しても強いのがクエイク。やっぱりね、壊す速度が速くなってる分、まあ、やっぱりこの、ロイジャイのね、一発入るか入らないか否かがもちろん否っていうの選択肢になると思うので、ここはね、結構入りやすかったかなと思いますね。いや、来た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 。これ26じゃない ?26 だったらもう、クエイクよ。さすがに。さすがにクエイクが光る。いや、これ負けたらマジで、もうボツ、この動画。さすがに、見せ場がなさすぎる。いや、待って待って待って、ちょっと待ってあげて、これで延命してくるぐらいのとこで、よいしょ。オッケーオッケー。いや、待って、相手ちょっと上手いぞ、これ。やめて、やめて、やめて。俺の見せ場を、俺の見せ場を崩さないで。お願いだから、マジで。マジでお願いだから。いやー、オッケーオッケーオッケー。いいよ、今のとこいい。アイスか?うん、オッケー。いいですね。さあさあさあ、これは、軽いって、これスケ来るんすよ。はい、なんでエレスピ添えます。で、ウッドが来る。美味しいですね。これウッド削りされない。いいよ。これは起動できる。さあ、来ました。よいしょ。ピコリーン。オッケー。さあ、いい手札回しです。オッケー。さあ、ここは、キョスケかな。うん。キョスケ咲いていって、まあ、こっちに対してマスケとかできて、逆サイ誘導が来るのかな。いや、アイゴール咲いた。アイゴール咲いたってことは、ここシンプルにロイジャイをつなげて、逆サイタルババだけで守れるから、オッケー、キング起動してるんで、よいしょ。なるほど。恐れをなした。クイックに恐れをなした作戦ですね、これは。よいしょ。いけ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 い。オッケー、いいよ。50発ぐらい入れろ。50発。もう2発。よーい!一発も入んない。よしよし、しまった。クイックはなんか、空を切ったんですけど。気のせいかな、あれ。気のせいだったんですけど。さあ、ハンター。真下半、真半。やばい。それやばい。お前!待って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 。やばい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 。普通にやばい。普通にやばい。あぶねえ。一発入った、今。おっと。待ってほしい。非常に待ってほしいんだけど、俺的に言わせてもらえるともらってもいい。俺的に言わせてもらってもいいですか。非常に待ってほしいですね、今。やばいやばいやばい。普通にやばい、これ。やばすぎやばすぎ。待ってマジで負けそうなんだけど。ちょっと待ってよ、本当に待ってほしい、マジで。いや、マスケ死んでないやん。嘘でしょ。冗談って言ってよ。パトラッシュ頼む、お前。パトラッシュ頼むぞ、お前。やばいやばいって、マジで。引っ張れ絶対引っ張れ。いや、待って、残りすぎだって。お前30してきちゃう、マジで。さっきの悪夢が蘇るって、マジで。もうダメだって、それ普通にやばい、やってること。なんか連鎖しないし、謎に。えい、いいコンビ。いや、マジでやばかったって、これ、ウッドで剥げるよな、でも、普通に。ちょ、待って。やばくない？息切れしてきたんだけど、俺、ちょっと待って。やばい。これ来るんでしょ、ここにホグ、さっきのやり方と同じように。
やばいって、それ。マジかよ。嘘でしょ。嘘って言ってよ。なんで、なんでやねん。ちょっと。